今思い出すことではないが、自分は生まれながらに欠陥している。私にとって幸福とは苦しみであり、絶望こそが喜びだった。私自身この在り方は生き物として悪しきものだと理解していた。その最後の試みに一人の女を愛した。正確にはそうできたらいいと願って愛そうとし子も成した。その結果、私にはお前を愛せなかった。ほら、あなた泣いているもの。それは勘違いだ。確かに悲しいと思った。だがそれは女の死がではない。どうせ死ぬのなら私の手で殺したかった。ホール、貴様、まさか。